そのばあちゃん、話があるんだ。別れたんじゃろ。ばあちゃん。自堕落なお前に愛想を尽かして見下りはん。嫌がおうでも想像はつく。本当のことも切り出せず、見苦しく取り繕おうとして、木下家跡取りとしても威厳が足りん。怒らないのか。それでも俺のこと、水原のこと。お前は小さい頃から本当に女にだけは一度もモテたことがない。本当に一度もじゃ。連れてくるのはむさ苦しい男ばかり。お前のことを好きになってくれる女性など現れるのかと疑ったこともあった。そんな我が孫を好きになってくれた女性に何を起ころうか。いい夢を見させてもらった。まるで天女様じゃ。ばあちゃん、そうだよな。バカだ俺は。水原みたいな子が俺なんかとただで付き合ってくれるはずない。全て幻。水原はレンタル彼女なんだから。ごめんばあちゃん。俺、ごめんなさい。よいしょ。お料理作ってたら遅くなっちゃって。なんでここに。何言ってるの和也さん。朝から何度も連絡くれたじゃない。おばあさんのためなら私どこへだって駆けつけます。わしは信じておったぞ。千鶴さんなら和也を見捨てはせんと。あんな男に恋人ができることなど二度とないのだから。